今日はお昼に卵黄だけのカルボナーラを作ったので卵白が4つ分余りました。なのでこれからラングドシャを作ろうと思います。とは言っても、お菓子は私はあまり本格的な作り方というよりもいかに簡単に作るかっていうのがいつもテーマになっているので、今回もズボラなレシピでやります。私のやり方は簡単に作れますので、もしあまり時間がないけれどもさささっと作りたいような場合は私のやり方でやってみてください。それでは始めます。卵白4つ分なんですけど、測ったら 140g ありました。で基本的には、同量のお砂糖に同量の小麦粉、同量の油、バターですね、それを入れるのが基本なんですが、私はちょっと油を控えめにして、でバターとサラダオイルを半々にして作ろうと思います。なので 140g を 100g、 なので 50g サラダ油に 50g バターに変更したいと思います。まずバターを 50g 測って電子レンジにかけて溶かしてしまいます。これを電子レンジにかけて溶かします。ここにサラダオイルを 50g 入れます。合計で 100g になるようにします。でここに砂糖を 140g 入れます。一度よく混ぜます。そしてここに 140g の小麦粉を入れます。それでまた混ぜます。ここに少しずつ卵白を加えていきます。であとは鉄板に並べて焼くだけです。オーブンは190度で設定して予熱しておきます。予熱してる間に鉄板に並べていきます。で私はこれはまた時間短縮のためにスプーンでどんどん落としていきます。間隔を空けてスプーンで落としていきます。かなり強引ですけど3つの鉄板に全部入りきりました。ちょっと多分出来上がりくっついちゃうかもしれないですけど、またこれはうちで食べるよということで、 かなり強引ですけど全部3つの天板の中に並べました。でオーブンが準備できているので、これいっぺんに入れたいと思います。オーブンが小さい場合は1段ずつやるしかないんですけど、まあ焼き時間はだいたい8分から10分くらいなので1段ずつやってもいいかと思います。私はもう強引に3段いっぺんに入れてしまいます。190度のオーブンでだいたい8分から10分くらい様子を見ながら焼きます。それではオーブンに入れます。これ10分くらい焼きました。ではもうちょっとまだ焼き色が足りない感じがするので、それはまだあと1分、2分ぐらい焼きます。案の定いくつかくっついちゃってるんですけど、
でもいい焼き上がりなんじゃないかと思います。これも冷めるまで、触らないように待っててください。はい、焼き上がりました。それでは冷めるまで待ちます。本来はお砂糖は粉砂糖を使うべきなんですが、今回はそれもなかったのでグラニュー糖を使ってやってみました。サクサクというよりはちょっとカリカリとした仕上がりなんですけど、家族にはとっても気に入ってもらえて、あっという間になくなってしまいました。ですので、もしも卵白が余ったら、簡単にできますので試してみてください。それでは今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はどうぞよろしくお願いします。それではまた、チャオ。これはな、食べるご飯そのもある。